ショルダーで今こんな今あるな。友達は似合ってるのに自分は丸みがある、品が出やすいパールが、あの普通におしゃれとしてつけることができます。どうしたらいいですか？解決策があります。そう、上半身に厚みを感じるタイプなので、いかにね、胸元をすっきり開けてあげるっていうのがポイントです。で、素材も大事なので、肌の質感自体すごく張りがあります。パッとした感じなので、関節が目立ちにくいっていうのが特徴です。で、腕も丸みがある円柱型の腕なので、こういう方は張りがある質感なので、同じくシャツの襟が立つぐらいの張りが素材で大事になってきます。で、ごめんなさい。で、胸元をすっきりさせてあげて、こういうパール、8ミリパール粒でもおしゃれに決まる。他のタイプだったら、ちょっとね、冠婚葬祭っぽくなってしまうっていうか、ちょっとギョギョしくなってしまうんですけども、ストレートさんはおしゃれにつけることができる。だから特徴です。やっぱりね、ウエストマークしてあげることで、隠すよりも、あえてベルトを見せて、する方がスタイルアップします。でちょっとここ腕に線であげる。で、細いものを巻くよりもちょっとこういう革の素材であったりとか、こういうちょっとゴールドのバングルであったり、シンプルなものをつけた方が洗練されたおしゃれな雰囲気が漂います。で、こういうイメージに合わせて、でパンツのポイントはやっぱりセンタープレスが入っている方がちょっと細く見えます。これがね、朝のパンツとかね、リネンのパンツとかだったらちょっとだらしなく見えちゃうんですよね。なぜかというと、やっぱりね、ストレートさんのタイプとしては品格っていうのがもともとあるので、体の骨格的にそういうのを出してあげた方が、より素敵に見えます。なので、カバンもシンプルで、シルバークイーンを持ってやる。ちょっとお仕事スタイルっていう。これでパンプスだったら、先がとんがってるものだったら、よりね、似合うもの。わかりました。